長和郡井野町にある都佐伝交通井野線の路面電車停留場。東停留場は1907年、井野線の枝川井野間の開通に合わせて狭間橋、停留場の名で開業した。井野商業前に開業するのは、高知県立井野商業高等学校が開校した1963年のことである。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように、廃される。 軌道の北側にあるのが、リマや橋方面行きの乗り場。南にあるのが、イノ方面行きの乗り場。リマや橋方面はホームが設置されるが、イノ方面は2017年9月1日までは、南を並走する道路上に安全地帯が示されるのみであったが、同日より新設されたホームが強用された。ホームには、途端屋根の待合室があり、 停留場の西側には横断歩道橋が設けられている。高知県立井野商業高等学校は停留場の北側。かつては東停留場を利用する高校生も多かったが、1986年に開業した土産線の枝川駅にとって変わっている。井野線の軌道と土産線の線路は国道33号を挟んで並走し、その南は田園が広がる。 AB 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。AB、土佐電鉄が走る町根弱99.156から158 15ページ。ABC、土佐電鉄が走る町根弱48から49ページ。上野広と。 トザデ交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、川島慶三四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、二千十三年、四十二点九四ページ。ISBN 九百七十八から四から零六から二十九万五千百六十一から。 6. 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、289ページ。ISBN 978から4から794216151。AB、路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、92ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。